さあ、ということでね、ホテルかなでさん、ね、チェックアウトしてきました。今ね、時刻がね、8時30分手前ぐらいの時間でございます。まあね、ちょっとゆっくり寝た。いや、これができるのがね、やっぱホテルのいいところですよね、ということでございましてですね。ね、会社も、いい感じでね。かなでっていう字はあれなんですね。かなでるっていう字は、立花かなでちゃんのかなでですね。ということでですね。いや、いいホテルでした。ね、朝ね、どうしようかな。また大浴場行こうかなと思ったんですけど、もうちょっとね、朝はね、もうシャワーでね、寝汗だけなんかさせてもらって、で、さあ行きましょうかね、ということでございます。今日はね、7月の18日と、日曜日ということで、今日は、まずね、最初のうちにね、もう一回貝塚の駅の方に戻って、もうね、あの辺りに、駐車場はいくつかありますよってことは分かりましたから、もうね、今日は貝塚駅からスタートして、で、もうね、買ってある1日乗車券を使って、まずね、水間観音さんの方とか出て、で、そこからまた戻って気がてら、まずね、石材と、石材から、どこだったっけ、貝塚までの間ね、あの間のところが、まだ一家散歩できてませんから、そこのところをね、行こうと思います。なんか、西園寺さんの方のライブのところでね、車掌イベントの時に、なんか言っておった、見どころみたいなところもあるみたいなんで、ちょっとそこもね、押さえとこうかなと思います。こういうのね、やっぱ、一日経ってからね、情報整理してからやるとね、またいいですからね。まあ、普段、アドリブでドタバタでやってる、ね、真骨頂の人間が何を言っとるんやと、言われそうですけどね。まあ、とりあえずね、もう駐車場から出てね、早速ね、まあ、朝飯を食ってからでもいいです。まあ、貝塚の方ね、駅の方ね、向かっていくと思います。せっかくやから、こっちの、ここから入ってってみましょうか。何回の切符にバッチリもあったんですね。いやでもやっぱホテルでぐっすり寝るといいですね。体力完全回復ですよ。ガツッと寝落ちしましたからね。なんなら二度寝までしましたからね。いやーいいですね。7時過ぎぐらい、半ぐらいまで寝ましたもんね。普段やったら第一刻になっちゃうんでダメですけど、いいですね。こういう休みの時はね、まあ予定もね、そんなピーキーに詰まってるわけではないですから。こっちの方はもう普通に住宅街な感じなのかな。今ですか、東に向かっとる計算ですね、ですから日差しはだいぶ眩しいです。多分これカメラの画面の方のがよく見えてるかもしれません。日差しがねビーって眩しい時はカメラの方のが調光が効きますからね。ここに出るとちょっと大きい通りなのかな。堤の交差点ってなってますね。初めての道なんでちょっと、広いなこの道。すけ松松とかこれで北の方ですから、そうですね、大阪方面向かうところなんで。大阪もマンボウに結局入ったんでしたっけね。ねえ、あれ本当に英語で説明するのに苦労するというか、ちょっと私は軽く諦めてますけど、このまん延防止等重点措置とかあれね、緊急事態宣言も海外の言うロックダウンとは大きく違うっていうのがめちゃくちゃ伝えにくいところがありますけどね。さあどうしような、朝の8時半かの川線、いろいろありますね。で
っていくと、あ、ここから速道に入ると貝塚駅の方、近くの方に行けるみたいですね。で、反対だと水間観音だけど、そっか、場合によっちゃこれ水間観音からスタートしてもいいんだ。しかし、あの水間観音の方のが東寄りなんで、そのままあの富田林の方から抜けれるってなってたじゃないですか。ってことはワンチャンそっちの方が早いんです。その要は大阪の方面に抜けるんやったら絶対貝塚の方がいいんですけど、私はこの後三重に帰らないといけません。そうすると東に寄っとった方のがその後帰りやすいのは帰りやすいですね。あ、それはせやな。ここは貝塚市消防本部ね。昨日は、昨日だけで救急13件か出てんだ。わあ、大変ですね。で、あ、これ松源さん、あの水間鉄道からの見えとったんでね、ちょっと気になってました。これまだ朝か、朝の9時からか、まだ空いてないですね。なんか紅白のなんか濃縮が出とって、なんかイベントをフェスやってるんですかね。あ、これで石材の交差点、ここあれですよね昨日私が入ったところですね。あ、和光寿司ってある。三重県にあるのとは多分絶対別のお寿司屋さんだと思いますけどね。あ、そうだ、こうの字が違うわ。あの四日市にある和光寿司さんは考えるの方の和光さんですね。こっちは、幸いの字で和光さんですね。するとね、なんかね、その先にちょろちょろといろいろとお店があるみたいなんですよ。中尾とかいろいろ24時間パッと食べれそうなところがあるみたいなんで、ちなみに今の交差点ですね、あの昨日寄ったお肉屋さんがあるところは、あれは車こうやって走っとったって絶対行かないですよね普通。あの通りに入ってこうとは普通思いませんもんね。こっちかな、あ、こっち降りた方かな。あ、出てきた、ね、モスとかも出てきましたし、あ、中尾もあるよ。他に何があるかな。あれ、中尾は今空いてなさそうかな。24時間電気ついてない。あ、ついてる、ついてる。ああ、朝定食は私、松屋が好きなんでね。あわよくば松屋があれば、そっち入りたいですけどね。ね、結構この通りがいろいろありますよね。今、半田の交差点ね。おー、セミもだいぶ鳴いてますね。なんかいろいろあるね、情熱ホルモンも出てきたし、 JR の東貝塚駅のあたりなんだこれが。あー、ジョイフルもある。カスうどんのカス屋、すごいですね。あ、これで岸和田市に入っちゃったな。ついつい走って北の方も行きたいみたいな。一回どっかで折れて、
意外と今日あれですね、私声が荒れてますね。リモゼンさん、なんか聞いたことない店がある。ここはまだやってないな、開いてないな。10時半からか、でもちょっと早めに開けてくれるんですね。これで、これでハブ？これは読めんな。羽に生きるでね、ハブさんね、あの将棋のハブさんですけど、とかでもね、読めやんなと思いますけど、土に生まれるでハブは全く読めないですね。へハブは読めないな。今のところ曲がってもよかったな。トンボ池公園とかなんかあるんですね。まあ今の時期トンボ飛んでそうですね。あ、これでハブ神社。神社の名前が来てるのか。そういうところだと確かに難読地名ってそういうケース多いですよね。稲部もそうですよね。稲部神社で漢字は違うんですよね。あれは稲部神社はイノシシのイがイノシシの字で、でナが名前の中で、ベがあの部分の部、まあ部だけ一緒ですね。ベだけ一緒ですけどね。でそれをね、なぜかあのインベンでイナベンにしちゃったっていうね、すごい。油人、いつもより安くご奉仕、すごいね。わかりやすいですね。幸福荘という建物があって、貼ってあるのが幸福実現棟という、いいです。そういうあの素直なところ大好きです。そんなところにも文句あるんですね。そこ曲がっていったぐらいのがいいかな。だいぶちょっと南の筋なんですよね、これ。あー、北の筋なんだ、なんか岸和田のから奥の方に、山の方に入っていっちゃってますからね。そろそろ俺とかんと観音さんの方も取り越し合いますんでね。よかった、後ろ車来なくてよかった。施設連がないところ、そういうねところ心配になっちゃいますからね。よし、水ゾーンといったら多分水間観音の近くあたりに出るんじゃないかな。ちょっとあんま調子食えそうなところが思いつかんけど、まあもうあっちの方止めちゃって、水間観音さん乗ってね、回ってもいいですけどね。